はい、いつもありがとうございます。はい、お久しぶりですね。はい、まあ PB は初めてということでね。はい、お店ね、お客様入れて店内販売してた時はもうね、いつもありがとうございました。よいしょ。で、まあ PB 自体はサッカーなんですけどね。あとご家族でご覧になるのかな。はい、失言しないように気をつけます。 はいね、よろしくお願いしますね。よいしょ。はい、じゃあ全部開けてから開封ですので、はい、全部開けます。今日店長ね、定休日なんですけど、仕事が追いついてなくて出てきてます。 宿題がね、ちょっと溜まっちゃってて。でね、はい、よいしょ。あとね、F1 もね、はい、一緒にお送りします。はい、ベルガーが好きだったということで、店長はちょうどね、高校の時ね、その F1 もオタクの、インターネットの会社を1円で売った後に上場企業になるっていう そういうね、はい、まあ世間的にはバカ息子ですよね。はい まあすごい F1 好きで、もう毎日のように学校終わってからね、F1 の昔のね、ベルガーが日本グランプリポールトゥフィニッシュした時も、まあその時はね、数年前だったんで、ちゃんとその当時はビデオでね、買ってみて、まあレンタルとかしてみて、すげえなーみたいな。あの時は本当ね、ベネトンね、フェラーリっていう感じで、でちょうど見始めた時は、店長が見始めた時はちょうどね、ベルガーがセナと一緒にマクラーレンですよね。はい。移籍したとこ、時ですよね。マクラーレンホンダですよね。はい。あ、マクラーレンだっけ？マクラーレンだよね。そうだよね。はい。あ、ウィルツさん出たね。ちょうどその頃、高校生でしたね。はい。で、不安校ね。すげえなーみたいな。で、なぜか、科学専攻してて。いやいや、ちょっと先生に言ったんですよ。あ、ヨッサンも来た。いや、本当は俺、電気行きたかったのに、なんでこっちなの？ねえ。いや、面接でそれ解釈したのは先生の勝手だよねっていう。ね。本当にもう、よいしょ。だからその3年間連続でもう学年トップ取ってましたよ、ずっと。で、今に至ります。はい、全くカート業界とは関係ないね。はい、グリーンですね。じゃあちょっとね、サッカーに戻りましょう。ベルガーはちょうど店長がこうね、セナさんのもうすごいね、仲良かったっていうんですけど、その頃からずっと見てました。ね、もうきっちり仕事するタイプですよね。で、まあきっちり仕事して、まあセナさんにこうね、まあ譲ったりするような場面とかもやっぱ多々ありますよ。年間チャンピオンあるから。まあそれでもやっぱりね、自分の仕事というのを割り切ってやってんだなっていうのは、本当走りからも伝わりましたね。それぐらいこう、まあ人としてかなり良かった。ただね、人が良すぎちゃって、モテまくっちゃったようですね、異性にもね。サインが来ました。はい。すごい色男でしたからね。はい。ね、このチームね、多いですよね。98年。はい。初オートなのかちょっとわかりませんけど。あ、サージェントですね、パープル。299。このヤギさんのチームもね、いろいろこうロゴがね、ありますね。シャルケですね、カバックさん。カバックさんもディフェンダーだけど、2000年生まれ。ね。お若いですね。店長から見たらお若いです。あ、ベリンガムも来た。おお。ココチとベリンガム、両方来ましたね。あとは光ってくれるといいんですけどね。彼ね、どうなんでしょうね。フューチャースターズってインサートにも入ってますし、
97年生まれ、うん、24番なんですよね。でもね、これからなのかな。うん、ライナーさん一応あの4トップのルーキー3名は出てますんで、箱としてはいいんですけどね。あと光ってくれるといいんですかね。まあそこは、あ、また黄色だけどレイフさんだ。ここにピンクがあるな。あ、ルーキー3人とも出た。プラスウィルツさん出たから箱としては優秀ですね。うん、ルーキーだけで250ぐらいはペイペイしてますね。はい、あね、ここね、同じチームなんですよね。こっちが光ってほしい。まあアミリさんもこうね、96、7年、8年が多いですよね、ここのチームね。お若いですからね。最後はインサートっすね。あ、サインは出てるか。はい、ということでちょっと上位どころは光りませんでしたが、うん、まあサイラスさんもそこそこね、光り物になるとやっぱりかなり欲しい方は多いんだなっていう気はします。まあでもね、こういうトップスクロームとかプリズム系の商品はやっぱりベースカードでもとりあえず出ておかないとっていうところが一番ポイントなんですけど、この3人が1箱から出るっていうのはかなり、はい、かなり優秀かなと思います。各カードが2.5箱1ぐらいなイメージですから、うん、なかなか3人とも入るっていうのは珍しいと思います。ちょっと光り物はね、ちょっと、うん、弱かったんですけど、はい、いいですか、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます、ね、はい、じゃあ、ポーカーやりますね。左店長で右がお客様です。はい、麦さん先行で3回押します。1、2、3、どうだ、あのハンド、ノーハンドですね、申し訳ないです。はい、あ、今だとこの八村選手のねルーキーカードなんでね、勝利するとねストレート以下の役ですけど、はい、またぜひねチャレンジしてください。はい、ってことで、こちらで、今日発送明日着で手配します。はい、 F1E の出たら教えてください。ありがとうございました。